皆さんこんにちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日は天皇賞春の予想したいと思います。それではどうぞ。勝ち馬は4歳馬が4勝、5歳馬が4勝、副賞率としては若い馬の方が有利です。ただ7歳以上の高齢馬に至ってはカレミロティック、レッドカード、マイデルキッズ、パフォーマープロミスが穴を開けてはいますが、いずれも長距離の重賞で馬券に絡んできた馬たちということで、今年に当てはめてみれば未来への翼はデータ上はまだ見かけれないといったところです。また前走連帯馬が8勝して2着6回、3着も6回と高い副賞率を誇っています。反対に前走掲示板外の馬が馬券に絡むことももちろんありますけれども、確率的には低め。一昨年のシュバルグランやビートブラック、名称ドンタクが馬券に絡みましたけれども、あまり大きい着順の馬がここで巻き返すということは可能性としては高くありません。ということでハッピーグリーンとダンビライトにとっては厳しいデータとなりました。そしてその前走に関してですが、阪神大商店組が10頭、日経賞組が6頭、京都記念組が3頭とこの順番で馬券に絡むことが多く、前走重賞の中でも限られた重賞からここに来る馬が多いです。その中でも目立ったデータは、ここ5年で馬券に絡んだ馬は前頭重賞勝ちの経験がある馬で、ゴロシップやチタサンブラックなど何度も重賞勝ちのある馬から、カレンミロティックやフェムイエムなど穴を開けてきた馬たちも重賞勝ちの経験があります。重賞勝ちの経験のない馬は2014年の北高ブレイブ以来馬券に絡んでいません。そうなると人気薄の中ではダンビライトやスティッフェリオ、名称点検あたりは重賞勝ちがありますので評価を上げることができますが、反対にエタリオや当選カンビナ、メロディーレーンやシルバンシャー、ハッピーグリーンあたりは重賞勝ち自体がありませんので、データ上は若干苦しくなるのかと思われます。また逃げ馬はビートブラックとキタサンブラックが勝ちましたが、馬券に絡んだのはその2頭だけ。一昨年のレインボーラインと2011年のヒルムのダムールを除いて、ここ10年勝ち馬は前頭4コーナー5番手以内を通過しており、いろんな勝ち引きがあろうとも番手でドンと構えている先行馬が副賞率としては断然有利です。一方追い込み馬は全滅。年度代表馬クラスのオルフェーブルや絆など後方から進めて大外を回していくとさすがに届かないということが続きました。今年はやや頭数が少なくなりましたので、まだ刺す馬にもチャンスは残っていますが、4コーナーで水をあけられているとちょっと勝つまでは厳しいのかという状況も考えられますし、開幕2周目ですからまだ芝の状態は良さそうということで、よっぽどハイペースで飛ばさない限りは先行勢が残ってしまうということも頭に入れておいた方がいいのかもしれません。そして馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気は2勝して2着も1回、ディープインパクトから北サンブラックまでの間で10連敗も喫するという G1 らしくない低たらくでしたが、ここ3年は北サンブラックとシュバルグラン、フィエールマンと続けて馬券に絡んできており、復活の兆しが見えてきました。ただ2番人気から5番人気がまだまだ優秀で、いずれも1番人気を上回る副賞率を誇っています。一方で穴馬の方は2桁人気が結構馬券に絡むことも多々ありますが、3年前のカレンメロティックより前のお話、ここ3年は平穏から中穴の結果に終わっていますが、全体を見ると小馬の G1 にしては荒れることが今までは多めでした。ただし例年17頭か18頭のほぼほぼフルゲートでしたので、荒れる要素もふんだんにあったんですが、今年もフルゲート割れの14頭立て、過去30年で14頭立て以下のレースを調べてみたんですが、なんと8回中6回で4番人気以内のワンツースリーとめちゃくちゃ硬い傾向になってしまっています。17頭立て以上の時は8年連続で3連複は万馬券を記録したりと何かと荒れまくっていましたが、昨年のように3着あたりに人気薄が来るとまた3連系の馬券は荒れそうですけれども、馬連と馬単は順当となりそう。3連複は手広く、馬連馬単は手堅く買いたいところです。続いては印をつけた馬をピックアップ。
本命はフィエールマンです。昨年は帯風ゲットでお世話になりましたが、それ以降は意外にも連帯すらしていないという尻すぼみな一年でした。その後は海外 G1 にも目もくれず、ここに向けて意識的に調整を行ってきました。菊花賞の時からそうですけれども、この馬にとって間隔が空いた方が走りやすいのは皆さんご存知の周知の事実。さらには実戦になるとかかるところも取れて操縦性に優れていますので、長距離となるとさらに良さが目立つところとなりそうです。唯一の懸念材料としては大外枠に入ってしまったということで、道中どこかしらで内側に入れておきたいところもありますから、そう簡単に連覇できるとまでは言い切れなくなってきました。ただ昨年も10番枠に入りながらも外を回してグローリーベイズ以下を退きましたし、大きくパフォーマンスを落とすというまでにはいかなさそう。多分昨年と同じようなレース運びになると思いますが、何より周りを見渡してみると G1 馬ですら奇跡くらいしかいませんから、ここは貫禄勝ちといきたいところです。対抗はミッキースワロー。中山ですとか福島ですとか小回りコースを得意としているんですけれども、この馬の利点としましては、長距離になったとしても瞬発実力が使えるのはかなり有利なところです。どうも馬込みがダメだという点は何とかしてほしいんですけれども、大外を分回しても内側の馬を差し切れるという脚力は光るものがあります。今回はコーナーで加速できる京都ということで、今のところ重賞では結果を出し切れていないんですけれども、頭数が落ち着いたのはこの馬にとっては非常に好ましいところ。フィエールマンをぴったりマークで直線でトライに行ってもらいたいところです。3番手はユーキャンスマイル。前走の阪神大商店は折り合いにかなり進行を見せて、苦手とされていた右回りもものの見事に克服できました。展望動画でお伝えしました通り、長距離が大得意な岩田騎士から長距離重賞で上位に入ったのがデニム&リビーの一度だけという浜中騎士に乗り換わったのはちょっと押しにくい材料なんですけれども、かなり大きなチャンスなんですから、これを機に長距離も得意になってもらいたいところです。以下長距離重賞で2連続連帯のモズベッドも見逃せないところなんですが、あんまり調教が良くなかったのはやや気がかりなところ。京都で2002勝の当選カンビーナも注目したいのですが、まだ重賞経験が不足していたりと、どの馬も一長一短があってなかなか絞りにくいところです。そして前走は圧倒的な支持を集めるも大きく出遅れた奇跡なんですが、ゲート再審査は問題なかったものの、問題は実戦に行ってからだと思っています。あのオールフェーブルも阪神大商店で一走した後の天皇賞は見せ場すら作れず、宝塚記念で大出遅れしたゴールドシップも結局それ以降は馬券に絡めず引退と、年度代表馬クラスでも大きなアクシデントの後に巻き返せる馬は限られるということで、数少ない長距離 G1 馬ですので抑えはしますけれども、評価はほどほどにしたいと思います。一方で長距離重賞で着も取れているスティッフィリオですとか、こういってのメロディーネームも長距離のここは非常に面白いメンツなんですけれども、金量が厳しいようにも感じますので、ここは泣く泣く見送りたいと思います。それでは買い目です。フィエールマンからの3連複です。2列目には重賞勝ち経験のある馬で固めて、3列目に穴馬も揃えていきたいと思っています。フィエールマン以外はちょっと頼りないところもありますけれども、妙味もありそうです。ここ10年でフェノーメノとキタサンブラックが連覇していますけれども、この馬も連覇しそうな感じがプンプン漂ってきます。大外枠になってしまったので一着固定は避けましたが、どのような作戦で進めてくるのか非常に楽しみなところです。以上、天皇賞春の予想でした。さて今週は青葉賞の予想はブログでお伝えしたいと思っています。また土曜日と日曜日は最強厩舎騎手相性決定戦の模様をこちらもまたブログでお伝えしたいと思っています。そして来週は地方競馬のゴールデンウィークということで、勝ち姿記念の予想はブログで、柏記念と兵庫チャンピオンシップの予想は動画でお伝えしたいと思っていますので、そちらの方もどうぞチェックしてみてください。それでは次回の予想動画でまたお会いしましょう。